広いから地球の歩き方だけじゃ分かんないよね。冷たいなんて思わないで、僕をちょっとだけ紹介するから。白鳥の湖も凍る、寒さにも耐えてきた僕、ひまわりの咲く丘もあるよ、ツンデレ地帯なんて呼ばれるけど、キャラが立つ性格じゃないし、謎だらけって怖がられちゃう、工作ダンスって有名だよね、手を出さないまま蹴っ飛ばせちゃうんだ、いじめっ子後ろからボコボコボコリン、